パン、ペコ最小の意地を見せる。さあ、ウィンチ。これで札幌マスカットチームは大将の登場。出てきたのは井手のボム、ボム対決。Get ready for the next battle.I hope you're ready. 1P 側がペコスのボム、対する 2P 側がイデのボム。準決勝第2試合、これは大将対決。昇竜拳はガードが間に合ってしまう。ユーリフレーム、ヒット確認、ミニアッパーがカウンター。どうなる、レージ発動、届かない、どうなる、わー、見逃さない。ラウンド2、ペコスがまずは1本目、さあガードされても五分の状況、非常に強い中段攻撃、熱波にも当たります。ケケン、オブゼメ、両パンは抜けて出し切り、これはカウンター。下段、ここで下段、ラウンド3、ペコスリーチ、カウンター。さあ、おっと、まだあるのか、ナラケ、上が意地で取り返した1本、これで2-1、1秒間、置き攻め、置き攻め、中、さあ非常に酒能力の高い中段攻撃、これで壁の脱出は明るいで、ガード、勝ったのは千葉代表チーム決勝進出。